オリンピックへの批判の声は SNS で河瀬さんにも向けられた。オリンピックの映画まだできてないから、どんな映画にするかも分かってないのに、もう二度と見ないとか。なので私はすごいやっぱり眠れない夜を過ごしてますよ。それで日本に国際社会からオリンピックを7年前に招致したのは私たちです。そしてそれを喜んだし、ここ数年の状況をみんなは喜んだはずだ。これは今の日本の問題でもある。だからあなたも私も問われる話、私はそういうふうに